今日もコーディネートの紹介をしていくんですけども、今回はリンクイットのバブというブランドの商品をご紹介していきたいと思います。よくね、ZOZO とかでも最近見かけるブランドなんですけども、割とプチプラでトレンドを取り入れた韓国系の大人ファッションみたいなブランドのイメージでした。今回はバブで商品を5点セレクトさせていただいて、こちらの商品のご紹介と実際にね着てみてコーディネートの紹介をしていきたいと思います。はい、それでは早速商品の紹介をしていきたいと思います。まずトップスからいきたいと思います。こちらのリブメロ半袖プルオーバーです。こちらです。こちらがね、あのメロになってて、ちょっと首がね結構締まる感じで、フレンチスリーブになってるので二の腕のねちょっと細身効果もあるよっていう感じのトップスです。でね、裾はこんな感じになってます。私ねよくやるやつなんですけど、今回も2色ねセレクトしちゃいました。これがね黒、本当はねホワイトはねもうあの本命だったんですよ。こちら本命で最初から選んでたんですけど、写真のモデルさんがすごくおしゃれに着てたので、こちらの追加で選んでしまいました。こんな感じで裾もね、このグレーですね、このメロン部分が、ブラックはグレーにすることによって結構あの強すぎない柔らかいイメージになってるんじゃないかなと思います。はい、では次行きたいと思います。こちらがコットンリネンリラックスパンツです。コットンなので柔らかい生地で本当にリラックスな、もうね着やすそう、もう触っただけでわかる、もうめちゃくちゃ着やすそうなパンツですね。これはワイドパンツっぽい感じなのかな、結構広めのパンツです。こんな感じ。いや本当にこういう系はねもう夏はね涼しいしもってこいなパンツかなと思います。しっかりとねポケットもついてるので良さそう。でウエスト部分はこんな感じでゴムになってます。こんな感じですね、すごく良さそう。これもね、あのこのトップスと合わせられるかなと思ってこちらを選びました。次がね、こちらのセットアップです。ちょっと分かりづらいな。これが結構ねサマーニット、すごく涼しいと思います。でね、裏地もねちゃんとついてるんですよ。裏地もついてるんですけど、これがね裏地がおそらくねこの半分まで、多分おそらく太ももの上ぐらいまでついてる感じの裏地ですね。見えるかな。で多分この辺の足が透けて涼しくなるっていう感じですね。これはいいかなと思います。で裾もこんな感じです、ね、こういう系のパンツは今流行ってるし、でトップスがこういう感じでちょっとチュニックっぽい感じですね。ちょっと広めな感じで、これがですね、あでもポリなんだ、朝とか入ってるのかなと思うぐらい結構ね透け感のある生地感のいいトップス、セミセットアップですね。良さそう。で続きまして最後ですね、こちらがヴィンテージ加工ショートジャケット。でこれはね結構ジャケットって言ってるんですけど、かなり薄手です。薄手なのでシャツ感覚で着ていただけるようなジャケットですね。シャツジャケットなのかな、夏とかでも全然着れそうな感じのジャケットです。梅雨時期は結構肌寒いのでこういうのを羽織るといいかもしれないです。で後ろがねこんな感じでちょっとゴムが入ってますね。ギャザー、ここでもゴムですね。こんな感じになってます。ではこちらの5点の商品を使ってコーディネートをしていきたいと思います。では着替えてきます。はい、それではコーディネート紹介をしていきます。まずワンコーデ目、リブメロープルオーバーのアイボリーにコットンリネンリラックスパンツを合わせてみました。トップスのサイズ感も好きですし、メロのアクセントがまたシンプルすぎずいい感じです。パンツは結構薄手です。
本当に涼しいので夏にはもってこいのボトムだと思います。あとちょっと丈が長かったのでウエスト部分を折り曲げて着用しています。その折り曲げた部分にこうしてトップスを入れ込むと綺麗に着こなしできるので、私は丈の長いパンツを履くときはこうして着ることが多いです。そしてこのコーデにヴィンテージ加工ショートジャケットを肩にかけてみました。日焼け対策だったり、クーラーの寒さ対策にはちょうどいい薄さのジャケットなので夏にも使えそうです。ちゃんと腕も通して着用するとこんな感じです。着用するだけでこう抜けてね、着れるような仕様になっています。丈感もちょうどいい感じでした。続きまして2コーデ目、リブメロープルオーバーのブラックを着てみました。だいぶね、アイボリーより印象変わったんじゃないでしょうか。ヒールのサンダルを合わせたのでパンツは折り曲げたりせずに普通に履いています。トップスはメロ部分がグレーになっているので、ブラックだけど強すぎないイメージになるのがいいかなと思いました。はい、では続きまして3コーデ目、サマーニットセットアップです。この生地感も絶妙で夏らしさ満載のニット素材です。パンツは少し大きかったのでウエスト部分を折り曲げています。トップスは少し長いかなと思ったんですけど、やはりね、透け感があるので重すぎない感じですね。こうして動画で見ると結構うまく着こなせてるじゃんと思いました。おそらくね、このパンツがすごくいいシルエットでフィット感があったのでバランスよく着こなせてるんだなと思います。そして4コーデ目、ボトムはセットアップのボトムにリブメロープルオーバーを合わせてみました。またね、全然セットアップとは違う印象になるかなと思います。セットアップはたくさんね、こう着回しできるのでお得感満載で私は大好きです。はい、それでは4コーデご紹介させていただきました。はい、今日はリンクイットのバブさんの商品をご紹介させていただきました。まあ、商品とね、あのコーディネートを今回はご紹介させていただいたんですけども、割と大人なコーディネートでご紹介できたんじゃないかなと思います。サイトとかで、ね、見てると年齢層問わずいろんなね、幅広いテイストの商品が置いてあったので、ぜひサイトの方も見てみてください。私もね、いろんなジャンルに挑戦しつつ、いろんなコーディネートを紹介していきたいなと思いますので、ぜひまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。